ブレイキングドーンは日本の競争馬。主なカチクラは2019年のラジオ日系賞。本場の母親であるアグネス・サクラは2000年の東京優勝を制したアグネス・フライトや2001年のサツキ賞優勝馬、アグネス・タキオンを輩出したアグネス・フローラのメス系であり2013年の優勝品馬等 G1 レース参加チウマ名称マンボ等を生産した。 高秋牧場にて誕生する。2016年のセレクトセール搭載に上場され1944万円でノースヒルズに落札される。場名の由来は英語で夜明け、新時代。ホープフルステークスレース後6月24日、阪神競馬場の神話戦に福永雄一を背に出走。 単勝オッズ50.6倍の8番人気であったが、後にホープフルステークスで2着になるアドマイアジャスタに3馬身、離して勝利。次にハギステークスに出走したが、ババ入場後に、バナシウマシ競争除外になった。その後の京都2歳ステークスに4番人気の評価で、出走。2着に入り賞金加算に成功。そして、GI 初出走となったホープフルステークスで5着となった。 春は、弥生賞から始動。雨で、おもばばの舞台であり、西野デイジーら上位人気勢が苦戦したが、3着を確保し、サツキ賞の優先出走権を獲得した。そしてクラシック第一弾のサツキ賞に出走し、13番人気で11着に沈む。自走は、東京優秀に出走のために、京都新聞杯を選択するが6着となり、日本ダービー出走を断念。 秋に向けて、福島のラジオ日経賞では、田辺博信に乗り換わり、単勝オッズ8.4倍の3番人気で出走。集団から鋭く抜け出して1着となった。長期休養の後、11月1日のカシオペアステークスで復帰したが最下位18着。続くアンドロメダステークスでも15着に終わり、翌2021年1月4日付で、 競争場登録を抹消し現役を引退した。引退後は、鳥取県最白郡法規庁の大戦ヒルズで乗馬となる。以下の内容は、netkeiba.com の情報に基づく。abcdefghijklmn o, ブレイキングドームジャビスサーチ、www.jbis.or.jp 2021年5月10日へ覧。生まれた2019年9月号、両決対決は意外な結末ブレイキングドーンが4、各戦闘から押し切り V、阪神新馬、競馬ラボ、競馬ラボ、2019年9月8日へ覧。阪神新馬、ブレイキングドーンが好意抜け出しデビュー V 福永、こんな強い勝ち方をするとは、スポーツ放置、2019年9月8日へ覧。 京都 QR の競争除外について競馬ニュース。netkeiba.com。2019年9月8日へずら覧。京都2歳 S、除外明けブレーキングドーン2着福永、なが、合わせる形になると投資燃やした。サンスポーズバット、競馬。2019年9月8日へずら覧。ホープフル S、ブレーキングドーンは5着まで福永、なが、直線で突き放せればと思ったが、 サンスポーズバット、競馬。2019年9月8日へずらん弥生賞、ラストドラフト、重馬ばが影響7着。サンスポーズバット、競馬。2019年9月8日へずらん弥生賞、一番人気西のデイジー内から抜け出すも4着。勝浦、これから良くなってくる。サンスポーズバット、競馬。2019年9月8日へずらん弥生賞、 ブレイキングドーンしぶとく伸び三着確保福永、重いババは得意だと思う。サンスポーツバット、競馬。2019年9月8日へ覧。京都新聞杯、ブレイキングドーンは末、足届かず六着福永、伸びきれませんでした。スポーツ放置。2019年9月8日へ覧。ララジオニック継承、ブレイキングドーンが突き抜け重症発、V、JRLS 結果競馬ニュース。 netkeiba.com2019 年9月8日閲覧ブレイキングドーム競争場データ Netkeiba.com2019 年9月8日閲覧 ABC 決闘情報5大決闘表ブレイキングドームジャビスサーチジャビスサーチ公益社団法人日本軽手場協会2019年9月23日閲覧 abc, breaking dawn の決闘表 netkeiba.com 2019年9月23日閲覧ありがとうございます。